おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、皆さんからコメントをいただきたいなっていうふうに思いまして、動画をですね撮り始めましたので、お付き合いのことよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、何のコメントをいただきたいのかって言ったらですね、スーパーカブ C125 に乗っているんですけど、こいつノーマルの状態でマフラーを交換したらですね、どんな感じになりますかっていうですね、本当の素直な意見が聞きたいなっていうふうにですね思ってるというわけでございます。民からであるとか、ブログであるとか、あとは YouTube なんかでスーパーカブ C125 マフラー交換で情報をですね収集してるんですけど、いいことばっかり書いてるんだ皆さん。だからね、本当のことが知りたいなと思って、コメントであったらね、皆さんですね、いいところもあるし悪いところもですね、ぜひともですね教えていただければなっていうふうにですね思ってるというわけでございます。おじさん、マフラー交換したくてですね、たまらないなっていうふうに今思っておりますので、プラスこのマフラーがですねスーパーカブ C125 にはおすすめですっていうものがあったらですね、ぜひともリンクは貼っちゃダメですよ。リンク貼ったらですねコメントがですね自動削除されてしまうというわけでございますので、日本語で商品名を書いていただければなっていうふうにですね思っております。プラスちょっと一つごめんね、すごい風切り音がしてると思うんですけど、風結構強いんだ今日、ごめんねっていうところをお伝えしまして、今日はスーパーカブ C125 のドノーマルの車体にマフラー交換したら本当はこうなるんですよっていうコメントをいただきたいのとともにですね、おすすめマフラーをぜひですね教えていただければなっていう動画を撮らさせていただきました。ではでは。